があっときゃなおさらあれや。安全よかったろだい。安全よかったろだいって。ちょっとこちらの方が常用管理機に取り付けて15m肥料を散布して使います。そういう形になります、はい、この幅からですよ、7m、7m 飛んでいくんです。もうコープに飛ばす時には流材のばらつきがあるんですね、はいはい、でこれは潮流からペレットまで、その流材の大きさに関係なく慎重に触れる唯一の機械です。まあ、ちゃんと 4,5 分で作業が終わりますので、この炎天下でのなんか体を酷使しないでそうできる機械ですね。これもすごい。これも、あ、そうです。これはもうこれが、ロータリーがの幅のによって4畳、6畳、8畳って入るんです。こっちは野菜とか、まあ麦もそうですけども、追肥ですね。真ん中の畝と半分ずつ。使うね、対応の。どれのトラクターカルシって言って引き上げ。同時にできる機械です。カタログもらってるんです。あ、どうぞ。はい。すみません。はい。ありがとうございます。